ここは港、今から海を楽しむぞと出港です。その空と海の様子は絶景絶景、青空広がります。例年であればゴールデンウィーク前後に梅雨入りするのが沖縄地方ではありますが、こちらの梅雨って案外通り雨、雨が降ってもすぐ止むパターンが多いです。一日中雨という日もそんなに実は多くありません。つまりゴールデンウィーク終わって観光で来る方少なく、梅雨入りしても晴れの日が多く、ズバリおすすめの時期の一つが5月6月です。ほら、海も穏やか、青い空、青い海が広がっています。そしてそんな梅雨時期の水中世界、ドボンしてみるとやっぱりそこは遊具場、サンゴと魚さんいっぱいです。たとえ雨が降っていても水中世界、サンゴと魚さんには関係ありません。雨の時ほどスノーケルおすすめします。さらに真っ白な砂地にはかくれんぼさんがいますね。わかるでしょうか、近づくと砂が巻き上がる、ヤッコエイさんの登場です。眺めていると泳いだ先でも砂をもこもこと巻き上げて、ほらまたかくれんぼモードです。いえいえ、もうすっかりバレていますからね。かくれんぼ達人はまだまだいます。さあ、どこにいるかわかるでしょうか。おっとっとっと、ちょっと行き過ぎましたね。戻って指ツンツンしてみましょう。そうするとほら、バクンと挟まれそう。こちらシャコガイさんです。そして色鮮やかなパラオ浜サンゴ、そこには小さなかんざしヤドカリさんが座っていました。石垣島は梅雨時期に入る5月ですが、水中世界はいつも通りです。たとえ雨でも曇りでも綺麗なサンゴとお魚さんは十分に楽しめます。5月6月は人も少なくおすすめします。海を楽しみたい、そんな方はお気軽にお問い合わせください。少人数ツアーは笑顔いっぱいツアー、初心者さんベテランさんもしっかりサポートで気兼ねなくお楽しみいただけます。